ここにの軍はアメリカ合衆国アリゾナ州北中部に位置する軍である。フラッグスタッフ都市圏に属している。2010年国勢調査での人口は13万4421人であり、2000年国勢調査からは約1万8000人増加した。軍庁所在地はフラッグスタッフである。面積は1万8661平方マイルあり、 アラスカ州を除く大陸アメリカ合衆国の中で2番目に大きな軍であるである。合衆国の面積が狭い州九州よりも大きい。ここ2の軍にはグランドキャニオン国立公園があり、またハバスパイネーションとナバホネーション、フアラパイネーション、ホッピネーションの各部分が入っている。ハバスパイ族インディアンに当てられた名前である、ここ2のから軍名が取られた。 軍内人口の30%近くがアメリカインディアンであり、よそと比較して多い。その大半はナバホ族であり、ハバスパイ族やホッピ族などは少数である。ジョージ・ヘリマンが20世紀初期に描いた漫画、クレイジー・カットはここにの軍が舞台とされた。1883年にアトランティック・パシフィック鉄道が建設された後、 ヤバパイ軍北部が急速に成長を始めた。当時の軍長はプレスコットにあり、北部の住人はそこまで苦難を押して旅する必要があることにあぐんでいた。また自分たちの軍を設立すべきとみなせるだけの体制があるとも考えていた。よって1887年にヤバパイ軍から分離し、フリスコ軍の創設を請願することにした。しかし、フリスコ軍改め、 ここにの軍が創設されたのは1891年になってからだった。軍長はフラッグスタッフに置かれた。ハンフリーズボンアメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は18,661.21平方マイルであり、このうち陸地は18,617.42平方マイル。 水域は43.79平方マイルで、水域率は0.23%である。面積では、大陸アメリカ合衆国の中で2番目に大きな国であり、ヨーロッパの多くの国よりも広い。コネチカット州、デラウェア州、ハワイ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ロードアイランド州及びバーモント州よりも広い。アリゾナ州で、 最も標高が高い地点は、ここニの郡にあるハンフリーズ法である。ここニの郡内には、連邦政府が指定するインディアン居留地が総計7142.4 2平方マイルあり、この値は、同じアリゾナ州、アパッチ郡に次いで大きい。居留地面積の大きな順に、ナバホ族、フアラパイ族、ホッピ族、ハバスパイ族及び、カイバブ族の各居留地がある。 ハバスパイ族居留地のみが、軍領域に全体が入っており、他の居留地は他軍にまたがっている。ここ2の軍、フラッグスタッフは主要高規格道路の接続点である。週間高速道路40号線が東西に伸びて、ウィリアムズやウィンスローを結び、週間高速道路17号線は、フラッグスタッフから南にフェニックスやマリコパ軍とをつないでいる。 アメリカ国道89号線と百180号線はフラッグスタッフから北に伸びてグランドキャニオン国立公園に至る。グランドキャニオン国立公園空港はグランドキャニオンの南縁近くトゥサヤンにある公共用途空港である。フラッグスタッフプリアム空港はフラッグスタッフ事業中心地区の南4マイルにある公共用途空港であり、大半は一般用途だが、 商業便も2社が運行している。フラッグスタッフには、グレーハウンドバスの停留所があり、週間高速道路40号線を東西に走る路線と、週間高速道路17号線をフェニックスまで走る定期便がある。アムトラックの駅もフラッグスタッフにあり、毎日東はシカゴ、西はロサンゼルスまで列車が運行されている。観光用鉄道は、 ウィリアムズとグランドキャニオン国立公園の南園を結び、週の大半の曜日に運行されている。マウンテンラインがフラッグスタッフ地域の高級輸送バスを運行している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ココニノ郡の編入済み領域と未編入領域、およびインディアン居留地ココニノ郡トゥサヤンのグランドキャニオン国立公園空港には、 グランドキャニオンコールとエアーグランドキャニオンが本社を置いている。ありがとうございます。